分の先行の役割を果たしました。パリについてただただの胸の鼓動感じてる。シグナルが変わるその瞬間だけ、パークを送り止め置き去りに白砂を踏み込む自分を信じて、路面を滑り加速してゆく、ギリギリのクレイジーゾーンへ掴み取りたい栄光の光をこの手に。 Fly away、 君の声が僕に力く。僕はね、奥君、あの、まあ、何でも言ってましたし、このね、若い僕だと思うんですけど、
いや、調子悪いですしっかり、岩永君がスポッターをしてさあ、先行を上げたら、無限は答えはない7 7アドイ松本の無限は5.5 5.5。まあ、そんなもんですよね。一人で走るの？でも、今度は松本さんの調子の悪い車に上田さんがどうアプローチするの？やりすぎちゃダメなんです、上田さんはね。はい、あ、そっか、一人なの。さあ、0.24番、松本は0.4番、上田は後追いです。さあ、ちょっとね、天気運がちょっと悪い松本さんに上田さんがやりすぎないのが、さあ、今、先行松本の得点は0 0。あと、上田の得点は2というわけで、ゼッケン43番、上田の勝ち上がり。松本さん、車ね、エンジン調子良かったらね、なんかいけそうな、そうですよね、うん、やってますよね。さあ、どんどん行きましょう。ゼッケン44番、小林、修行僧、山田さん。はい。行って帰る。自分で言ってますからね、修行僧。自分で帰るから。ゼロの名前は修行僧山田。部品のある場所を購入した山田。何が違うんだ。分からん。しかもちょっと柔らに見えるじゃないですか。さあ、行きます。ゼッケン28番、山田が引っ張る。ゼッケン28番、あれが修行僧。修行不足。修行不足。修行が足りません。先頭山田さん、得点は？お、神。4。あそこなかったらよかったね。さあ、あと西さんの得点は？3。3。西さんはなんで3かな？やっぱでもあそこは降ってないもんね。うん、そうですね。なんかまっすぐ来て、うん、ボーイングマイロードそう、とりあえず無理して英語使いましてあとちょっと戻ったりとか、あとあのままだって山田さんが横向いたら完全に T ボーンですかね。かなりの勢いの T ボーンになると思うんですよね。さあ、西さんがフレッシュですけどね。さあ、先行西の得点は3。あと山田の得点はこれでもどんぐり俗に言うと泥仕合とか言われる。3。あー、勝ち勝ち、決まりましたね。決まりましたね。ゼッケン28番、修行僧山田の勝ち上がり。修行僧もうちょっと前じゃない、もうさなぎとかいや、さなぎはいかない。まあ、でもどうだろう、選考の時にきちっと修行僧が、そうですね、修行の成果が出ました。修行の成果、修行の成果ただ、回っちゃったからね。そうあれ、回ってなかったら余裕勝ちやったもんね。余裕ですね。25番、坂井が先行、ユーコが後追い。さあ、先ほどサイさんに車を貸してたユーコですけどね。
1925番酒井の先行得点は7、あと4プロ得点は4回っちゃいましたね。はい、谷さんに車貸したからじゃん。タイヤがなくなった。タイヤがなくなった。谷さんに車なんか谷金かなんかするじゃん。タイヤがなくて。小学生関係ないでしょ。リーゼント金。金よりタイヤでしょ。リーゼント金がするの。さあ、ユンポ俺できたらリーゼントになってるの。さあ、先行ユンポ。あとはいいが、坂井、スタート。あ、ユンポ頑張ってほしい。7、あと井酒井の得点は7。というわけで、絶景25番酒井の勝ち上がり。やっぱ最初のユンポの後追いが当たったんだかな。そうですね。どんな感じでしたか、ユンポは。最後の最後でくるっとやっちゃいましたね。まあそこが決定的ですよね。そうですね。そうだ。さあ、太郎さんが。なんか怒ってましたよ。お前一人行けば。何のロックまで行かなかったの。無だよ、無だろ。無に舐めんだ、無やろ。今そこまで読み取るな。そんなに読み取るな。俺無事だぞ、この野郎。ロクヤレーシング初のベスト8入りになっちゃうんですよ。6.5。あと井の上田さんの得点は5。まさにメプソハートですね、これね。ね、やっぱね、ゼロっていうのは先行でどんだけ自分の走りができるかっていう、それがまずもう勝利のまずあれなんですね。方程式、これが出てこなかったパフォーマーさあ、ゼッケン43は上田が先行。梅くん上手いじゃん、はい、さあ先行上手いじゃん、びっくりちょっと6.5。あと原くんの得点は7.5。これは原くんビシッといったよね。絶景42番原くんの勝ち上がり。あと追いで稼いじゃったね、彼できましたね。これなかなかないパターンなんですよ。あと、やっぱ先行できっちり稼いで取るっていうのがまず方程式。でもここで原くんは全然わからない。始まりましたよ。総理の掛け算。ありがとうございます。最後は全県44番小林が先行、全県右側が
あとは1秒で終わりました。得点は1めくさなくて、ね、まあでもね、最後までね走ってくれたんでね、はい、あれでスープ変えると見てる人冷めるんですよ。まあその間がね、そう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 、なるほど。なかなかおっさんでしたね、これ2人両方ちょもうおっさんでしたね、なかなかパフォーマンスね、おっさんもう4丸オーバーです、おっさんパフォーマンスね。さあ入れ替えまして授業それ出してもらえますか。わかりました。そうですね。やめましょう。おっさんたちのサロンでーす。やるってば。ね、調子ですね。思い切って。ねえ。中途半端なことせん。まあ若干修行僧山田もドキドキしましたけど。ちょっとえみたいな。そうそうそう。確か小林さんってこれブログやってて面白いですよね。結構下品ですよね。変態小林です、ね。うんこしてる。変態キャラ。確かお子さんいらっしゃいますよね。います。大きいのが。いいパパしてますよ。でも変態のカラーリングではないですね。カラーリングはちょっとかっこいいですよね。うん、あの長瀬君と同じチームですよ。あの長瀬君。そうなんですか。今のあのあれだからね、運転作用つけてあげないぐらいのメンツを払ってるんですからね。そうね。分かってるんですよね、奴らは。僕たち特定をもらえなかったおっさんたちっていうのは。分かってないと思います。戦争を知らずにみたいな、特典もらえず、僕らはおっさんみたいな感じで、ただ今、結局読みようが、もやしなさいと。今のだって小林さんめっちゃ良かったんじゃないわ。さあ行きます。小林さんの得点は成功 7.5 良かったね。さああと修行僧得点は近いな。近かった。優香抜いてなんか無気になってたよ。ちょっと荒行だ。まあ点数をもらえただけ。あ、そうですね、進歩ですけどね。さあ入れ替えまして、修行僧ちょっと入れ替えます。先行あといいか小林。もう2本目なんで、そろそろやりそうな気がする。だいぶ体力がおっさんたちなんで無理やと思う。特に山田さんがあるから。全体的にね。さあ行きます。先行、暴れん坊山田の得点は6。あと多い小林さんの得点は4.5。というわけで、石鹸44番小林さんの勝ち上がり。なんかある意味、先ほどの追走経験ありとはまた違うドキドキ感がありますよね。なんかあの二人もう一回やったら絶対 T ボーンしそうと思いますね。なんかね、やっぱ戦争知らずに止まった。何を今気に入ったらもう連呼しようんすか。僕らはおっさん。いただきます。石鹸45万いかがだから成功。
セージがちょっと増えたかなというところです。さあ、前回45番岩永選手、前後の得点は9。9、良かったですね、今のね。アグレッシブでしたよね。かっこいいですね。ね、最後は前回25番イタイの後の得点は7.5。取らないから。坂井さんじゃなかったね。イタイさん。そこだからさっきあれか、最初さんイタイさんがイタイみたいな。そうそうそう。何のこと待っておりました。うん。坂井さん。3分と思ってます。刺されたわ。でも坂井さんがイタイするとなんで思ってないんですか。全然拾うのに。やめてくれるのよ。投げっぱなしみたいな。もうすぐ一丁拾うねんね。もう嫌ですね、こういう人は。投げただの投げっぱなし。だって気づいただけ可愛くないで、ね、遅いよ、もう拾えてないよ、今頃分かってくれ、なんかもう遅いよね。そうそうそう、遥か後方に落ちたの気づいたね。さあ、展開ですけどもね。いや、優香笑った選手が外しとけばよかった。外しとけばよかった。岩永選手、今度は人の言うこと聞かないから、まあ、安定の岩永。でもそれを言うなら先ほどの小林さんも安定の小林ですよね、なかなかね。綺麗にしたんじゃないんか、綺麗にしたんじゃなかった。あ、そうなんだ。じゃあ大丈夫です。さあ、行きます。壊れてもいいからくらいですけど。あ、そういうことか。来るのがめんどくさいから。はい、はい。さあ、やってゼロの勝利の方程式。方程式だよ。連呼して終わりだ。そして発表。まあこれも時々フラッシュであると全員じゃらすな。フラさんという。さあ、岩手県代表サーブ。そんな寄せ寄らんでもいいの。似てないよ。似てないよ。先行みたいに感じる竹山の方ですから。もうちょっと。さあ、竹山先行。はい。クラッシュテラーさんの得点は 6。というわけで、ゼッケン46番クラッシュテラーさんの勝ち上がり。そうそうそう、そうそう、混ざってベスト8、まあ今のはね、またトーナメント8人で、そうです。クリアさんもやっぱりあれ、ハードですよね。ハード負けですよね、完全にね、彼はね。というわけで、トーナメントが終了いたしました。このままI'm gonna make you mine.